まずピースの単品ではなくて、子供のためのピアノ曲集を書かせていただくこと自体が初めてでしたので、コンセプトをどうしようかなというところが非常に迷いました。で、その時に考えたことが2つありました。で、1つは子供がタイトル、ストーリーとかも全て自分でこう想像するようになって、音楽の楽譜としては名付けられていない絶対音楽っていうんですかね、子供にこうクリエイティブになってもらうっていうタイプの絶対音楽を書くか、あるいはその真逆で子供が演奏する時にヒントになるような世界観、今回であれば猫なわけなんですけれども、何かこう表現を誘うような、いろんなこう色彩であるとかストーリーであるとか、そういうものが溢れているような曲集を書くか、どちらか迷っている時に、実は今回のね、この表紙の素敵な表紙を書いてくださった大好きな岡部哲郎さん、この方もう知り合って7年ぐらいになるんですけれども、この方が表紙をご快諾くださって、そしたらもう猫を主人公にした曲を書いてみようというふうに勇気が出まして、それでこの曲集が生まれたという経緯でございます。実際に黒猫のクロちゃんっていうのは存在するんでしょうか？ですね、実際には私は実家で長らく猫を飼っておりまして、黒ではないんですね。ロシアンブルーの、グレーなんですけれども、ただ猫に並々ならぬこう愛情と、愛着とか、いろんなこの大好きな感情がありまして、で近いところで黒猫を飼ってる人もいるので、実際に見たりして、やっぱ黒猫だと、今回この曲集に、虹が出てきたり夕焼けが出てきたり、あるいは雪が出てきたりカマキリが登場したり、なんか色彩にこう溢れたいという何かそういうイメージもありましたので、グレーとかの猫よりも黒猫を主人公にした方が、なんか絵的にもすごく綺麗だしいいなというところで、その色彩的なところとか猫への愛情とか、そういうものが今回一つの形になったという経緯があります。この曲集は、緩やかになんですけれども、黒の、朝から夜のノクターンまでの、夕焼けがあったり、一つの、ストーリー、映画とか劇とか、何かその緩いこうつながりを持って作曲をしましたので、それぞれのその変化を楽しんでいただいてもいいかなと思いますし、それから楽譜に作曲家が、書けることというのは本当にイメージの、その一端に過ぎないので、ここから例えばその猫が実際に走るとしたらどんな動きがあるかなとか、あるいはちょっとセンチメンタルに感情的になったらどんな揺らぎがね、そこに音楽が生まれるかなとか、そんなところをね、こう楽しみながら弾いてくださったら嬉しいなと思います。私は最近よく合唱曲を書かせていただく機会が増えまして、しかしそれは合唱であっても器楽であっても共通して、私はやっぱり良い旋律をこう書きたいという思いを強く持っております。で、とりわけ、今の時代はね、いろんなこうデジタルな、初音ミクであったり、ボカロ、そういうものにこう触れる機会も多いですし、デジタルなものに私たち音で、溢れてきてる子供たちもね、触れるものも多いと思うんですけれども、その時にやっぱりピアノというアコースティックな楽器を通して、やっぱりこう旋律をいかにこう歌えるか、音楽として紡ぎたいなという、そこは気をつけていたというか、コンセプトにね、あったところかなと思います。人はよく音が重なってくるとこう踏み替えたくなるんですけれども、あえて踏みっぱなしにして、その混ぜり合う響きをこう聞くというか、混ざった時のこの音の減衰していく響きを聞くというのは、実はこう本当はとっても素敵なことだなと僕は思うので。こうペダルを踏みっぱなしにしての響きを重ねるということをやってますので、そんなところも楽しんでいただけたらいいかなと思っています。それでは最後に、このインタビューをご覧の皆様へのメッセージをお願いします。まずはですね、今回やっぱりこの素敵な岡部哲郎さんの表紙ですね、なかなかクラシックのピアノ曲集ではジャケ買いというものはないかもしれないんですけれども、もしピアノをお持ちじゃない方もね、この楽譜を取っていただけるといいななんて、そんなことを願ったりしています。そしてもちろん、実際にこれ弾いてくださる方々は、
そうですね。子供たちの曲集というタイトルなんですけれども、昔子供だった大人の方にも、いろんな、多分子供にはできない演奏の仕方ができるかもしれませんので、深めていただけるように、そんな希望を持っております。私自身も、このクロちゃんを主人公に、またこの第2弾がね、出せるように作曲の方も頑張りたいと思いますので、音楽で皆様とつながることができましたら幸いです。よろしくお願いいたします。